去年、札幌市で2歳だった池田小鳥ちゃんが衰弱して死亡した事件で、保護責任者遺棄致死の罪に問われている母親の裁判が、今日から札幌地方裁判所で始まります。母親は起訴された内容を否認する方針で、小鳥ちゃんの養育を適切に行っていたかどうかなどが、裁判の争点となる見通しです。札幌市中央区の飲食店従業員、池田里奈被告は、 去年5月から6月にかけて娘の小鳥ちゃんが衰弱していたにもかかわらず放置して死亡させたとして保護責任者遺棄地死の罪に問われていてきょうから札幌地裁で裁判員裁判が始まりますこの事件では同居していた交際相手の藤原和也被告も起訴され先月裁判所は障害と保護責任者遺棄地死の罪を認めて 懲役13年を言い渡しました交際相手の裁判で当時証人として出廷した池田被告は事件との関わりを否定していました今日始まり自らの裁判でも起訴された内容を否認する方針で小鳥ちゃんの養育を適切に行っていたかどうかなどが争点となる見通しです